2020年3月27日、東京都知事より都民に対し、不要不急の外出自粛が呼びかけられました。当日以降、スーツ交通チャンネル及びスーツ旅行チャンネルでは、外出を伴うすべての活動を取りやめました。2020年の夏に実施することを予定していた、2度目の日本一周旅行も中止を決めざるを得ませんでした。続く4月の7日には緊急事態宣言が発令されましたが、それによると適正な感染対策を実施した上での運動はむしろ奨励されるとのことだったので、無人となる深夜帯を中心に自転車を活用した撮影を再開することにしました。やってみると山手線一周などの長距離運転でも電動アシスト自転車なら難なくこなせるということが分かって、これ1台と十分な充電さえあればどこまででも行けてしまうような気がしてきましたし、実際どこまで行っても人と接触する機会は大してなさそうに思われました。そこで急遽今回の目玉シリーズを自転車1台のみを使った長距離旅行とすることに決め、そしてその区間は古くから国内トップレベルに旅行者が多いと思われる東京大阪間と定めました。現在この区間では東海道新幹線が輸送の覇権を掌握していて、遡れば明治時代から現代までずっと東京大阪間の旅行には鉄道を使うことが当たり前という状態を続いています。それではその前は一体どうなっていたのかということが気になるわけですが、もちろん江戸時代までは徒歩で東海道を進んでいったのでした。特に1601年から徳川家康が整備させた五街道の一つとしてのものが有名で、東海道五十三次の名前で知られる道はこれに当たるわけであります。江戸幕府は東海道の起点、江戸の日本橋から終点の京都三条大橋までのおよそ500キロの道中に53カ所の宿場を設置しました。東海道のルートを今の東海道本線、鉄道と比較しながらお伝えします。東京を出てしばらくの間は東海道本線と大体同じようにして走ります。小田原からは箱根登山電車と同じように走った後、鉄道が全く通ることができなかった険しい箱根の山並みを越えて、その32キロの道のりを過ぎた後はまた引き続き東海道本線と同じように進んでいきます。ただし途中やはり東海道本線が越えることのできなかった険しい峠道を何度か越えることになっていて、これが旧東海道を自転車もしくは徒歩で進む時の大きな楽しみかと思います。豊橋のあたりまで東海道本線鉄道と並行した後は名鉄線と並行するような形で名古屋の方面に向かいます。これから先は今の東海道線とは全く違うルートです。まず南下をして三重県伊勢の国に入り、険しい鈴鹿峠を越えて南側から滋賀県に入ります。最後は大阪山を越えて都に入ることになっています。各宿場には本陣と呼ばれる庶民お断りの高級旅館や、本陣が使えない時に予備として活躍する格式高い旅館脇本陣が置かれました。その他に一般の旅人が泊まるための2食付き旅館旅小屋、現代の簡易宿泊施設に相当するキッチン宿なども設置されていたそうです。各宿場に重要な施設として問屋場というのがあって、これは隣の宿場まで幕府の貨物を運送し、馬や人員を交換するための拠点でした。今で言えば貨物列車の機関車を交換するようなものです。そもそも江戸時代以前は馬の中継をするための施設を駅と呼んでいたそうでした。各宿場での53回の中継ぎ、すなわち53継ぎを経て貨物は江戸、京都間を行き来していたというわけです。なお東海道五十三次という言葉はあまりに有名ですが、実は大阪の陣で豊臣家が滅亡してからは東海道の終点近くで分岐して、大阪蓬莱橋へ向かう京海道という別の道も整備がなされていて、また実際にはこれは江戸時代の終わりまでずっと東海道と一体的に、そして圧倒的な需要の下で運用されていたのだそうです。大阪へ向かう京海道には伏見、淀、枚方、森口の宿場が設置されており、東海道は事実上江戸大阪間の57次であったとも聞きます。今回は近代的な旅のスタイルが確立される前に立ち返り、主に旧東海道及び旧京海道をたどりながら、東京日本橋と京都三条大橋、そして大阪蓬莱橋までの自転車の旅を楽しみます。2日目以降は急な峠道を何度も越えながらの難所続きの過酷な旅になりました。古き江戸時代を見つめ、今の優れた技術による快適な旅の素晴らしさを感じるきっかけを皆さんに提供できれば幸いです。宿場町の基本的な知識もこの動画冒頭部分であらかた含めることができたかと思います。ぜひ楽しんでください。よろしくお願いいたします。徳川慶喜さんのお書きになった日本橋のプレートをご覧ください。
明治20年代に作られて、戦災も震災も何度も乗り越えてきました。この日本橋、東京で一番立派でまた大変歴史のある橋です。本日は2020年の10月の1日、ここは東京中央区、今日本橋です。ここから大阪までおよそ500キロ、大変な長旅の始まりです。どうぞよろしくお願いいたします。まあ言うのは簡単なんですけど、こんなんで行けるのかって、ね、本当に気になるところですが、まあ、行けるんじゃないですか。あの道はつながってますから、あの箱根のところの坂道が越えられるかとかいうのは大きな懸念点でしたが、多分ね、なんとかなると思います。だからまあ頑張りますよ。まず最初の目的地は京都。京都までおよそ480キロです。で本日の工程を皆さんにご覧に入れます。で今日はですね、この日本橋から立って目的地は藤沢宿までです。で特注いくつか東海道の宿場を取るということになります。最初は東京都内品川、続いて現在では政令指定都市の川崎、続いて現在は横浜と呼ばれております神奈川、その先同じ神奈川県横浜市に現在では区分されております。私の大学もあります保土ヶ谷、続いて戸塚、戸塚までは横浜市ということになりますが、次は藤沢市です。本日の目的地は藤沢市、藤沢宿でございます。よろしくお願いいたします。いろいろとお話しするべきことがこの日本橋にもありますが、しかし早く出発したいとも思うものです。ここにね、解説書きがありますんで、これ一つだけ皆さんにご覧に入れておこうと思います。これですね、ここが日本の道路の中心ということになっています。江戸時代からずっとその歴史が受け継がれているのです。横浜まで 29km、 名古屋まで 370km、 京都までは 503km ということで書いてあります。これは多分ね、国道1号線で行った場合のルートとかなんじゃないかな。自転車で行くともう少し短くなります。箱根の山などはもう少し急な道を進むということにその代わりになるわけです。上にかかっている首都高もこれから日本橋の魅力を取り戻すためにまた地下へ埋設される予定だということで、今後も日本の大切な文化財として将来にわたって保存され続けていくはずです。さてそれではいい加減出発しようと思います。我が東海道はこちらです。あちら見てください、交差点のところ、日本橋交差点にですね、国道1号線は右折とあります。ちょうどこの日本橋を起点に国道1号線が大阪まで出発しています。こちら方面が東海道、そしてあちら方面、日本橋を逆向きに進むと中山道ということになります。東京から大阪、京都方面までには2つの行き方がありまして、まあ、1つがこちら東海道で、向こうが中山道でした。さまざまな事情によって東海道および中山道を選ぶということになっていましたが、基本的にメインルートは東海道です。この東海道と先ほど分かれた中山道はこれから450キロほど離れた滋賀県の草津で再び合流するということになります。ですからこの東海道と中山道の関係についてもこれからだいぶ先になって改めて皆さんにお話しすることにします。見ていただいて分かると思いますが、今日はあまり天気が良くありませんのでね、出発は4時間ほど遅らせました、予定より。日本橋から自転車で5分ほど走りますと、すぐにまた橋と名の付くところに出ます。ここは京橋です。もともとはここ右から左へ川が流れていましたが、現在は埋め立てられてしまっています。昭和の時代まではここに確かに橋がありました。それが京橋でした。江戸には3つの有名な橋がありました。幕府が自分で作る大変格の高い橋、1つが日本橋、そして1つが京橋、残りの1つは新橋です。この京橋から銀座通りとなります。この銀座通りをずっとまっすぐ行きますと、向こうにもう一つ橋がかかっていて、そこがかつて新橋と呼ばれていたのでした。東京の街の開発が著しく、特に戦争が終わってからもう江戸時代の時に使っていた水運というのがほぼなくなってしまったので、そんなものはいらないじゃないか、欄干だけを残して新橋と京橋は姿を消しました。さてそれでは、昔ここに存在していたらしいその京橋の跡を渡って、ここから先が銀座です。銀座は確か1丁目から8丁目まであったと思いますが、戦前の日本でもやはり世界に誇ることができる、おそらく当時の日本では唯一の繁華街だったかと思います。江戸時代から繁華街だったのかというと決してそうではなくて、もともと銀座で、これよく聞く話だと思いますが、ここでですね、貨幣の鋳造を行っていたと。で江戸時代というのはあの金貨よりも銀貨の方が主流であったので、ここで銀をいっぱい作っていたから銀座、確かどっか別の地方にはあの金座もあったとかね、そういう言い方をよく聞きます。特に有名なのが銀座4丁目の交差点です。松屋銀座、それに続く三越本店、間違えました、三越の銀座、それからですね、右手には和光、宝飾品のお店などずらっと並ぶこのエリアがハイヒールの先っぽだけでも100万円、そういうふうに言われるところです。
徳川家が江戸へやってくるまでの間、この銀座のあたりでどうも陸地が終わっていたようでして、ここから先は海でした。それを埋め立てて、まあ、人々が使えるようになったわけですが、まあ、大体ですね、江戸の中心もこの銀座あたりまでなのかなと。で、実際自転車に乗っていても、この銀座を過ぎるとなんとなく町がだんだんとですね、少しずつその規模を少しずつですが小さくしていく、そういうところに出ます。といってもまだ新橋ですから、それが本当に少しずつ少しずつで、気づかぬ間にあら郊外に入ってきたのかな、だんだんそんな感想を持つようになるかもしれません。さて続いて着きました新橋です。すぐに通過しますが、東京の有名な地名新橋も、もともとはここに大きな橋がかかっていたから、だから新橋だったわけです。今でもその欄干だけは残されています。さて東海道新幹線や東海道本線などの線路も見えてきました。ここが新橋です。昔東京から大阪へ向かう東海道本線が最初に出発していたのがこの新橋でした。東京駅というのは割と歴史が新しいのですが、昔の新橋駅というのはちょうど向こうに高層ビル、大きなガラスがいろいろ立ち並んでいますけれど、あの辺りに日本で最初の鉄道東海道線の始発駅があったのです。まあ、なぜあそこにあったのかというと、まあ、簡単ですが、今まで通ってきた後ろ銀座方面はですね、もう物が多すぎていろんな建物が建っていたので、そこに鉄道を引くなんていうことができなかったからです。だからまあ逆に言うと、ここから先は東京のちょっと上末って言ったらあれですけどね。はい、すいません。まあ、新幹線あれに乗ればあと2時間半後、昼飯食べるときには大阪に着きますからね。信じられんことですよ、この自転車で大阪を目指している身分としては。まあ自転車だってね、こんな漕いでるだけで1日で富士山まで行けちゃうのか、江戸の人からしたらびっくりでしょうけど。まあここから先、ここまではですね中央通りという道でしたが、ここから先名前が変わります。第一京浜です。東京と横浜の間を結ぶ道です。いくつもなんたら京浜というシリーズがあります。少し進みまして、ここは港区大門の交差点です。私のすぐ後ろが浜松町の駅です。向こうに東京タワーがあります。大門は大きな門と書きますが、ちょうど今あいつが邪魔か、しょうがないですね、仕事なんだからね。あそこに大きな門がありますけれど、あそこに徳川家の菩提寺の増上寺がありました。ここが上野の寛永寺、どちらかに交代で葬られました。空いている土地が結構たくさんあったんで、おそらくその跡地でしょうね。東京タワーもここに立っています。今自転車で過ぎ去っていったおまわりさんもね、視聴者の方で応援してくれましたよ、気をつけてって。今私が登っていった JR の跨線橋、あれが札の辻橋で、この交差点を札の辻と呼びます。なんでここを札の辻と呼んだか、それはここに札があったからですが、札とは何か、その札というのはね、考察のことです。高い札と書きますが、要するにお触れ書きでして、ここから江戸市中に入る者は以下のことを守りなさいと、そういうですね、注意書きが書いてあるわけです。違反すると罰せられます。要するにこの辺りが江戸の西の入り口ということですが、ちょうどここがですね、まさに江戸時代のこれですね、江戸の西の入り口ゲートの跡です。ここをですね、高輪大木戸と呼びます。要するに今のところまでで江戸時代に江戸とされていたその市中は完全に終わり、ここから先またどんどん郊外へ進んでいくというわけです。現在はね、この先の多摩川のところまで東京都なんですけども、その江戸市中、江戸市街とのちょうど境目のところには最近話題の施設ができましたので、ちょっと寄り道してみようと思います。まさに工事が盛んでですね、東京で一番広い空を拝めるところじゃないかと思いますが、
左側ですね、高輪ゲートウェイ。JR 東日本のこの3月にできた新しい駅ですが、まあ、駅の名前が決まった時は叩かれましたよね。私もね、この駅名のおかげでこの高輪大木戸の歴史を知ったんですけども、まあ、歴史を知ればね、そんな別に変な名前じゃないんじゃないか、まあ、むしろ昔の江戸時代のね、町の特性と、今の町の再開発のあれをうまく合わせて、まあ温故知新的ないい駅名なんじゃないかなと私なんか思うんですけど、ちょうどねゲートウェイから少し外れたところにやっぱりありましたよ、こういうの。いや、いいですね、東海道高輪風景って書いてあるけど、これは明治天皇の時のとは違うのかな。ちょうどこの辺りの昔の景色です。多分高輪ゲートウェイの駅はどっかこの辺とかにあるんじゃないですか。貴重な資料ですよね、これ。歌川広重ですか、初代の人ですね。東都名所高輪の遊景、こんな大きな帆掛け船と、それからここ船にちょうど乗せて物を送ろうとする人たちで賑わっていますが、ザーザーとこういう波打ち際なんですね。でそれからこれですね、多分ここがね高輪大木戸なんじゃないですか。見るとちょうど本当にここに考察がかかっています。こっちにはですね、こんな石垣がありまして、これ江戸時代の、護岸工事をしていた時の石垣をそのままこれ保存しているそうです。まあ、ここでっていうか、ね、場所もちょっと波打ち際向こうだったと思いますが、まあ、しかし寄り道もほどほどにまた再出発しなければいけません。電動アシスト自転車はねあまり疲れないというのはいいところなんですけども、ただねその代わりあまりスピードも出なくて、速度はまあ最高でも20キロと思っておいた方がいいですね。だからずっとダラ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 と漕ぎ続ける。で坂道でも問題ないし、最高速度が出ませんので、万が一のね例えば転倒とかの事故が最悪あったとしても、まあ、車にひかれなければ20キロぐらいなら死ぬことはないんじゃないですか。さて、そして来ました、右手にですね品川プリンスホテルをご覧いただいています。日本で一番客室の多いホテルということになっています。そして左手が JR 東日本、京急、JR 東海の品川駅です。でもここはねまだ品川宿というわけではないんですよ。あ、そうなんです。あ、どうもお世話になってます。これで大阪まで行くんですよありがとうございます。今ねおまわりさんに車輪コスーツさんも乗るんですねってまた品川の交番の人に話しかけられたんですけども、まあ聞こえましたよね、今ご覧いただいた通りです。まあ、これよく本当によく言われる話なんですけど、品川駅というのはね実は品川区にはないのです。あそこは港区でして、地名もあそこは品川と呼ぶべきではありません。本来であれば高輪と呼ぶべきです。東横インはね地名に忠実ですね。ちゃんと高輪口って書いてありますよ。はい、来ました、これですね。ここがですね八ツ山橋と言われておりまして、昔からの名所であり、また JR などの線路をまたぐところであって、私のすぐ左側に京浜急行線の大きな鉄橋があります。これもね大昔からあって、鉄道マニアにとっては人気の写真撮影スポットにもなっています。ちょっとカメラで撮ってみますか。お、いいですね、京急2100かっこいいですよ。こんな感じでね電車がもういろいろ行き交うし、下にも東海道線や新幹線の線路がずらーりと続くようなところです。ここを渡ってから先がいよいよ東海道第1番目の宿場町、品川宿ということになります。といえばまさに旧東海道にぴったり沿って走る江戸時代からのルートをそのまま受け継ぐ路線と思う人も多いと思うんですが、実はですね東海道線は意外と東海道の近くを走っていません。それよりも東海道本線と並行する私鉄線の方が旧東海道のルートを忠実にたどるということがよくあります。京急もその中の一つです。これから先京浜急行線沿線の旅ということになります。列車の本数が多くてなかなか渡れませんよね。江戸時代の宿場町とそんな雰囲気の、ね、町並みにいよいよなるわけですよ。しかも結構こういうことをやる人には優しい、こんな立派なマップなどもありまして、東海道品川宿町歩きマップ。これより南品川宿市内、東海道第1番目の宿場町品川宿に到着です。旧東海道の宿場町それぞれがですね町の雰囲気向上のために日々やってる努力、かなりのものがあるんじゃないかと思いますが、
ご覧いただいて分かると思いますけれど、まず電柱がありません。そして下もなんとなく石畳のような雰囲気で、町の居酒屋さんが自主的にこんな昔のまさにこの場所の浮世絵をですね、お店の外に貼ってくれたりと、歩いているだけでも楽しいところです。この品川宿周辺、旧東海道という道になりますと、昔の道幅もそのまま残っています。だから自動車が交互に通行するのも大変だと思いますけどね。ここに多く人が住んでいるのも昔の宿場のにぎわいの名残です。たまたまだと思いますが、それぞれの家の高さも、まあ、それほど高くはなくてね、まさに昔の宿場の雰囲気をよく留めてくれています。古い建物はないんですけどね。ここ下り坂になっていますが、ここからずっと下ってですね、海岸のお台場のところへ至るということになっています。これは江戸時代に作られた道で、フェリーなんかが来たので外国船に対してなんとか対策しなきゃいけないと立派なですね砲台を作って、そして東海道からその砲台へ軍隊を派遣するときはここを使う計画だったようです。日本橋を出てすでに1時間経っています。もうね11時半ぐらいですので、お昼ご飯をちょっと食べるべきです。左側、新そばって書いてあってね、江戸時代からの名物ですよ。ちょうど江戸時代にはこんな感じのお店が出ていて、そして町で立ち食いそばを食べるというのが江戸市民にとっては当たり前でした。右手にもね、また江戸時代からずっと食べ続けられている人気の食べ物、うなぎ屋があって、どっちもいいと思いますが、今日は品川宿そばってのがあるからこれにするか。ちょっと高いですけどね。品川の名物といえば海苔です。なんかね、私の先祖も羽田で海苔なのかな、なんか漁師やってたみたいです。全然知らないですけどね。お蕎麦屋を出て一本外の道へ来ました。昔ここは完全に海だったの、ちょうどこの辺りが海岸線だったんですが、当時を思わせる名残が何もありませんと言いたいところなんですけれど、実はですねこれだけ残っております。ここが多分ほぼ昔の海岸線で変わっていないんじゃないかなと思うんですが、このようにあの船だまりになっておりまして、船がこうやって来てですね、で向こうにあの屋形船とか あの出発場とかがあるんですね。そういう業者の人たちが使っている船を止めるところとして、ごくわずかにこの町の中にですね、こんな小さなところですけれど昔の海岸線が残っております。地図で見るともうこんなですよ。今の海岸線はもうこんな外の方になっちゃいました。ここからもう2キロぐらい行ったところになっちゃいましたが、味がありますよね。この右側の道が旧東海道です。また他にもここに海岸線を思わせるような公園があります。これです、これクジラです。でここにもですね、潮を吹いてるクジラくんのこんなのがあるわけですけれども、これなんでここにクジラがいるのかと言いますと、これ江戸時代に起こったある事件ですが、クジラ塚と書いてありまして、ちょうどここが海岸線で砂浜だったんですね。でクジラがですね、あのここに打ち上げられてしまってザブーンと、でそれをあの捕まえて、そして最終的にはここに埋葬したということになったわけです。まあ、こんなクジラだったのかどうかは分かりませんが、ともかくこういうのがいたということで、今でもそのクジラを葬っている記念碑が立っています。見えるのかな、正面行っていいのかな、これ多分行っていいんだろうな。あ、お寺があるんですね。このお寺があるからクジラもここにってことなんだろう。なんでも昔の絵によるとこういうやつが来たみたいですね。これではちょっと何の種類なのか分からんな。長さ16メーターと書いてあります。さて、そろそろ目黒川を渡ります。品川というのは川という字を書きますけれど、その川はね、どうもこの川が由来だそうです。この時間帯はどうも潮が満ちてくる方向のようで、川が今向こうから逆流してくる様子が感じられます。先ほどの目黒川を境に北品川と南品川と変わります。そしてもうそろそろ品川宿も過ぎ去ろうと思いますが、この画面の前方に京急青物横丁駅があり、またここに伝統のお寺、品川寺と書いて品泉寺かなと思いきや本泉寺、そんな読めるかなと思うんですが、まあ、ともかく本泉寺というですね、大変由緒あるお寺があるわけです。
あまりのんびりもしていられません。どんどん次の町へ向かいます。次は川崎です。川崎までも多分東京と、まあ、日本橋と品川の間と同じぐらい距離はあるんじゃないですかね。たださっきほど信号もたくさんはないし人通りもありませんので進み具合もさっきより随分快調です。道幅は基本的に江戸時代の東海道と変わっていませんが、もうすでに品川宿は去っています。この旧東海道品川界隈を走っていてすごく気づくのはね、せんべい屋さんとそれからお蕎麦屋さんが多いということです。お蕎麦屋さんが多い理由については分かりませんが、まあ、昔旅の道中であまり長く足を止めたくはないけれど何か食べたいという時に蕎麦が適切だったからあるんですかね。せんべいは多分ね海苔だと思うんですよね。皆さん品川巻きという食べ物はご存知ですか。あの海苔巻きおせんべいなんですけど、あの品川巻きの海苔がですね、あの要はこの辺りの名物でしたので、それでおせんべいの名前品川巻き、今でもねコンビニなんかでおつまみとして売っています。昔この辺りの左手はずっと砂浜みたいなのが並んでいて、それはそれは素晴らしい眺めだったそうです。今はもう全く面影はありませんが、しかし品川水族館とかね、昔ここに海があったことをみんなにも知ってもらおうということで海に関係するようなものが多く建てられているところです。さてここは鈴ヶ森という場所です。ここにですねかつて鈴ヶ森形状というのがありました。あーなんかいろいろ塚がずらっと並んでるな、すごいなこれ。ここに割と新しめですけどね、霊林山大教寺というものかな、これお寺がありますけれども、このお寺の前にですねずらーっとすごいですねこれ、いろんなこうお墓というか塚みたいなのがあります。で見てみるとこれですね、罪人がこの台の上で処刑された、真ん中の穴に、上与の角柱が立てられその上部に縛り付けて刺殺したのであるということで、これ要するに処刑台の跡ですね、江戸時代の今でも残ってるんだな。歴史を知ってか知らずか、彼岸花がちょうどいいところに咲いています。江戸で罪を犯した者は市中で引き回されたりなどして最終的にこの鈴鞠の形状で処刑されるということが結構多かったようです。かなり江戸の主要な処刑場ということでしたが、これですね、東海道のその道のすぐ左手のところに処刑場があったわけです。そしてあそこで人がですね貼り付けにされて、貼り付けの刑というのはあの、まあ、十字架のようなやつにですね縛り付けて、森かなんかにぐすっと串刺しにして、いろんな人が串刺しにして殺すというかなりむごい処刑の方法だと思いますが、東海道の道中を江戸へ向けて進んでいく人たちがそろそろお江戸さあ最後の宿場品川だというところで気が緩むとですね、左手には貼り付けにされて死んでいる人の姿があるわけです。これから先いよいよ江戸だ、江戸で悪いことするとこうなるぞという見せしめ、まさにこの鈴ヶ森の形状はそういった治安維持の役割も負っていたと考えられます。あ、こっちもあるの、これ火炙りの刑のやつか。火炙りの処刑者は皆この石の上で生きたまま焼き殺された。真ん中の穴に鉄柱を立て足元に薪を積み縛り付けて処刑されたのである。お彼岸の時期ですしね、5000個くらいあげてきますか。これはこういう、あら、ボンベ、あ、ボンベ入ってるな。不思議な、あれですね、チャッカマンとかでいいんじゃないかと思うんですけど、ここまでやらなくてもな。お線香の香り、いい香りなんですけどね、ここの歴史を聞くといい香りでは済まないよな。ちょっと真ん中の方には、ね、すみません火がつかなかったんですけども、あのボンベのやつやったらさっき紙に火がついて自分の手が炙られそうになったんで、もっかないんでしょ、こんぐらいにしとこう。きっと江戸時代のここを通る旅人も同じようなことをしてここを過ぎていったんじゃないかと思います。そしてまたしばらく進みまして、今ね大森の町の中を走っています。まあ、大森はもともと宿場ではありませんが昔から人はいたようです。でね、もう本当にさっきの品川も大森もそうなんですけど、海苔屋さんが多すぎるんですよね。もうここ通ってくるだけでも海苔屋は老舗っぽいの5軒ぐらいあって、品川にもなんか7、8軒ぐらいあってね、この通り沿いさっきからちょうど走ってるだけでも15軒ぐらい私の中で海苔屋を見たような気がするんですけど、そんな海苔って売れんのかな。海苔の話するのもいいんですけど、スピードにも海苔に乗ってどんどん進まないといけません。さて今ですね蒲田も過ぎまして、大田区の地名、今ここが六郷というところです。目の前に六郷神社があります。もう少しだけ進んでみましょう。
日本橋からここまでで2時間半もかかってますから、ちょっと遅いかと思いますけど、まあ、さっきね、ペースを上げまして、割と今は順調です。さて、この立派な橋、これが6号橋ですが、反対側のあちらが神奈川県川崎市ということになります。なるほど、確かに向こうに川崎とありますね。ようやく県境を一つまたぎます。で、これですけど、川がここに多摩川が流れているわけですが、全然川そのものは見えません。これなぜかというと、多摩川がしょっちゅう増水をして、まあ、昔よく氾濫していたからです。今氾濫するということはありませんが、よくこの川の下にですね、ホームレスの方がお家なんか作ってるんですけども、やはり増水をするたびにその家が流されたりしてしまって、相当大変なのは変わらないようです。江戸時代にはここを通る人たちも相当多摩川によって困らされたようです。まずここに橋はなかったので、6号の渡しという渡し船で行くことになっていました。だから船のちょうどいいタイミングを待たなければいけませんし、増水をした時は川止めといって渡れないこともあったようです。江戸時代最初の頃に一回橋は架けたらしいんですけども、結局流れてしまって、もうまたどうせ流れちゃうんだからもう架けなくていいだろう、架けるのはやめてしまいました。で、明治時代になってからようやく架かったんですが、また流れてしまって、大正時代になっても渡し船でしかここ行き来できないというような言葉であったそうです。しかしそれも今や昔、こんな立派な護岸工事とか堤防とかですね、そして立派な橋もかかりまして、現在では東京都大田区の人たちも多くこの神奈川県川崎市、政令指定都市の大きな町にあやかることになっています。向こう羽田空港の大きな管制塔が見えます。もうすでに去りました東京都大田区、いやまだギリギリいますね、東京都大田区、東京の西側の玄関であり、また空の玄関もになっています。東海道第2番目の宿場町、川崎宿に到着です。ちょうど川を渡ると早速ですね、電車が真下を走っているのが見えます。これは京浜急行電鉄です。日本で一番最初の電気による普通鉄道ということになっています。関東で一番最初の電車だったかな。川崎大師という立派なお宮がこの近くにあります。自転車で行くには少し離れているかな。だから川崎の町から川崎大師まで京急が伸びたのです。3キロぐらいですね。ちょっとやめとこうかな。ご親切なことにいろんなところに旧東海道はこちらですなんて書いてあるからね、何も調べることなく確認することなく川崎の宿場街に入ることができました。川崎に入って最初、一番最初のところにですね、奈良茶飯というのを売る、旅館があったそうでして、ちょうどこの右側のマンションのところがそうです。川崎もやはり品川ほどではありませんけれど、東海道沿いからは電柱が一掃されて、また町の信号機の、まあ、柱とかね、そういうものも全部茶色く塗られ、昔ながらの雰囲気を頑張って演出しようとしてくれているのが分かります。床もあれだな、やはり石張りになってますね。さて、それでここですけども、名物をちょっと食べようと思います。さっきの奈良茶飯ね。この旧街道沿いのこの店へ行けばいいんですけども、十返舎行くの東海道中膝繰り毛、それで紹介されてから一躍人気になった江戸時代の川崎の名物、ここがこの東照って読むんだと思うんですけど、この店によれば食べられるそうです。名物いかにも江戸時代っていう見た目でね、なんかあんま見た目派手じゃないじゃないですか、あんま美味しくないんじゃないかなとか思いながら食べ始めたんですけど、すごいね、苦心して現代風の味に合うようにうまくアレンジして、結構美味しかったですよ。なんかそれをねアレンジするのが大変だったみたいなのが書いてありましたもんね。さて、こうやって見てもらうと川崎は相当大きな町であることがお分かりいただけると思います。大きな建物がずらずら並んでいて、今私の立っているところが旧東海道だから、まあ道幅は少し狭めですけれども、でも大昔からの幅をそのまま踏襲するということはさすがにできなかったようで、少し広げられていますね。さて、今京急八丁縄手の駅に来ました。ここから画面左方向が旧東海道ですが、
ちょっと寄り道をしてみようと思います。まあ、この間スーツ旅行チャンネルで紹介したところですけれど、昼の様子をまたご覧に入れるのもいいでしょう。ここはね、もともと鉄道の廃線だったところです。ここに簡易宿泊所というのがたくさんありまして、まあ、いわゆるドヤ街と呼ばれている場所です。宿と呼ぶほど上等な場所ではないので、宿を逆向きにもじってドヤと読むそうなんですが、まあ、あまりお金がたくさんないような人が長期滞在をするような宿、一泊あたりの値段は1500円で、極めて簡易的な作りをしている宿がですね、日本にはかつて、まあ、そういうのが並んでいるところがあったんですが、川崎はそういったものが現在でも残っている非常に珍しいところなのです。この間企業案件で来たんですけどね、挨拶していったら多分出てきてくださると思うんですけど、この間はこの左側の日進月歩さんにお邪魔しました。でもそれ以外にもね、すごくたくさんここには簡易宿泊所が並んでいまして、この小さな一つ一つの部屋、これでだいたい1泊あたり1500円から2000円、ただし1泊では利用することはできません。基本的にまとめて何泊もするとか何週間もするとか、そういった利用方法が当たり前です。川崎の町は今ではね、人口100万、政令指定都市、神奈川県第二の町ということで栄華を極めていますけれど、昔はかなり川崎塾は貧しかったようです。それは別にこういうドヤ街とかとは直接関係はありません。それはたまたま多分そういうのがドヤ街がここにできたってことだとは思うんですが、東海道の時代、江戸時代にはですね、幕府からの中の課される義務みたいなのがあまりにもきつすぎて、でもう暮らしていくのでも大変だったんで、なんとか渡し船の営業許可をもらえませんかと言って、それでですね、なんとか食いつなぐようなこともできるようになったと聞いています。結構宿場町によって当たりの宿場と外れの宿場というかね、あったみたいですよ。上を JR 貨物のコンテナ列車が今行き過ぎたところです。工業地帯へ向かう貨物を満載しています。もしくは取りに行ってるのかもしれません。川崎塾の外れ、八丁直手の駅のすぐ脇に無縁塚というまたお墓のようなものが建っています。これは江戸時代東海道を旅をしていて、ここで道中雪倒れそのまま亡くなってしまったという方を、そして身元がわからないという方をここで弔っていたもので、現在まで残されているそうです。昔の東海道の宿場町、町の出入り口のところにそういった通りがかりの人たちを弔うためのもの、結構多く設けていたんですかね。